姫路北バイパスは、兵庫県姫路市内の国道29号バイパスである。全区間のうち、先行整備区間である愛、のランプから下伊勢ランプまでの約 1.5km が2011年3月27日16時に、暫定2車線で部分開通した。これにより、国道29号線石倉交差点の渋滞解消が期待される。また残る区間の建設は、 国道29号改良及び姫路北バイパス建設促進協議会を中心として要望活動が行われる。工事中の改正ランプ付近完成した石倉トンネル起点付近姫路市石倉で撮影ショやランプ石倉ランプは自動車専用道路であり道路標識は緑色のものが設置されている。前述の通り最高速度は時速 70km に設定されている。 一方、石倉ランプ氏も伊勢ランプは自動車専用道路になっておらず、道路標識は青色のものが設置されている。しかし、最高速度は全区間時速 70km に設定されている。これは歩道等が設置されておらず歩行者、自転車、原付、軽車両の通行はできないためである。前線、兵庫県警察高速道路交通警察隊。 姫路西文中隊の管轄である。ありがとうございます。